グロスセート、グロスセートは、イタリア共和国トスカーナ州南部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約8万2千人の基礎自治体、コムーネ、グロスセート県の県都である。地方の中心都市で、旧市街は16世紀に建設された、レンガ造りの城壁に囲まれている。ハと発音される。日本語文献では、グロスセートのほか、グロスセートとも記される。 トスカーナ州の南部にあたるグロッセート県のほぼ中央部に位置する。グロッセートの市街はティレニア海からは 14km 離れた内陸にあり、シエーナからは南南西へ約 65km、州都フィレンツェからは南へ約 110km、首都ローマからは北西へ約 150km の距離にある。トスカーナ州南部から ラツヨ州北西部かけてのティレニア海沿岸地域を指す地方の中心都市である。コムーネ自治体としてのグロッセートは南西にティレニア海に面している。コムーネの面積は474平方メートルで、これはイタリア全土で9番目に広い。隣接するコムーネは以下の通り、トスカーナ州中部の治安キ山地に源を発する。 オンブローネ川の下流の平野を中心に広がるコムーネである。オンブローネ川は地域東南部を蛇行しながら北東から西南に流れておりティレニア海に注いでいる。川口部はマレンマ自然公園の一部に指定されている。地域の東園から南園にかけて丘陵が広がる。南はウッチェリーナ山地となっている。グロッセートの市街。 人口56,696人。地区の人口は2001年の国勢調査による以下同じは、地域のほぼ中央に位置し、その旧市街は16世紀に作られた、レンガ造りの城壁に囲まれている。市街の東のオンブローネ下半には、イスティアドンブローネ、市街の北東には、ロセレなどの集落がある。中心市街に着く人口を有する、マリーナリグロス星と、 2052人は、地域の西、ティレニア海岸に面した観光地区である。このほか地域には、丘陵上に築かれた北部のモンテペスカリ、自然公園に近い南部のアルベレーゼなど、多くの集落がある。都市グロスセートの起源は、中世世紀まで遡る。グロスセートが最初に記録に現れるのは803年で、アルドブランデスキ伯爵の報道として言及されている。 以後12世紀末に至るまで、アルドブランデスキ家がこの地を治めた。古代以来の都市である矢が衰退するのに代わって、グロッセ星とは、トスカーナ地方の重要な都市として、地位を高めていった。1137年、神聖ローマ皇帝ロタール3世は、アルドブランデスキ家を屈服させるべく、バイエルン公ハインリヒ10世率いるドイツの軍勢を、派遣してこの都市を攻撃させている。 1151年、グロスセート市民は、シエーナ、シエーナ共和国に忠誠を誓った。1222年、アルドブランデスキ家は市民に対し、自ら市長を選ぶ権利と、参事会を設置してと3人の参事会員を置く、権利を認めた。1244年、グロスセートは、シエーナに征服され、都市の権利とアルドブランデスキ家の特権は、シエーナに移された。 以後、グロッセイトは、シエーナの重要な拠点となった。当時の砦や、城壁の跡は、現在も見ることができる。グロッセイトはしばしば、シエーナに反旗を翻している。1260年のモンタペルティの戦いでは、フィレンツェ川に立ち、シエーナと戦っている。1266年と1355年には、アルドブランデスキー一族が支配の回復を図ったが、 シエーな軍によって鎮定されている。1348年の薬病、ペストは、グロスセートに大きな被害をもたらした。1369年にはわずか数百家族が暮らすのみだったという。その後も1447年のアラゴム王、アルフォンソ五世、ナポリオ王、アルフォン一世の攻撃などによって、しばしば荒廃する状況となった。 皇帝カール5世によって、コジモデ・メディチがトスカーナ大公として認められると、1559年、シエーナによるグロスセート支配は終焉した。1574年、現在も見ることができる都市の防壁の建設が始まり、商宅地の干拓が進められた。18世紀の初めまで、グロスセートは人口700人ほどの小さな町であった。 トスカーナ大公国の呂礼ヌけ、ハプスブルクロートリンゲン家による支配のもとで、グロスセートは面目を一新し、新たに設けられたマレンマ県の主婦となった。グロスセートには以下の分離集落、フラツヨーネがある。イタリア統一の頃の人口は約5000人であったが、1991年には7万人を超え、2009年には8万人を超えた。 ピサとローマを結ぶ鉄道幹線であるピサイコールリボルノイコールローマ線が地域を南北に縦貫している。モンテペスカリ駅では北東へシエーナに向かう路線が分かれている。ピサとローマを結ぶ幹線道路である SS1 が地域を縦貫しており、欧州自動車同時 E78 号線にも指定されている。また、シエーナを経由してイタリア半島を横断する。 交通路の起点ともなっている。市街の西3キロメートルに、軍民共用の空港がある。旧市街を取り囲んで、フランチェスコ一世でメディチによって1574年に築かれたレンガ作りの城壁がある。フェラーラやベルガモ、ルッカなどと同様、城壁に囲まれた中世以来の都市景観を保っている都市である。グロッセート大聖堂は、ロマネスク様式で、 13世紀にシエーナの建築家、ルスティキーノの設計によって建設が始まった。完成は15世紀で、その後も改修が加えられている。主狼は1402年に完成した。プロサッカークラブとしては、US グロスセトがある。1912年創設の、このクラブは、セリエ A 所属経験はないが、2007から08シーズン以降、セリエ B に属している。 プロ野球チームとして、グロッセイトオリオールズがあり、イタリアンベースボールリーグ、IBL に所属している。地域南部のオンブローネ川川口一帯やウッチェリーナ、山地はマレンマ自然公園の一部に指定されている。地域に一部がかかるは、ラムサール条約の定める、国際的に重要な湿地に登録されている、カスティリオネデッラ・ペスカーヤ及び、 イタリアのラムサール条約登録地一覧も参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。